ファーストくん、まあ、ほらほらほら、見ぶらアムアムアムしてんだ人懐っこいねその足な、その足なこれ嬉しい時ですもっともっとの時ですその足はなんだようちの抱っこもしよったもんダックパッパイイイカシーイイイジョスジョスはい U ターン通すとガランイイイイお座りお座りはお座りお座りよしうま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 ケンカごめんアウターアンダーガーキーうめうめちっちゃな車だけど評価取ってないのに食べてボロボロ焦がしたら怒られるよ怒られるってねうめうめあったんはいさーい俺だけ今日は俺だけですはいはいさー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 いハイサイ、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 あれハイサイ、ハイサイ、ハイサイ、ハイサイが花見だ。あっちもでかいハイサイが。ハイサイ、あハイサイだ。でかいハイサイ。なんだあれ。あれあれ濃い？濃い。あれマゴヘバリついてるのプレコ。あプレコプレコ、つろプレコつろ。すげえもうヘバリつき方が半端じゃない。じゃあ自己紹介。まずハイサイの。ハイサイのユーピーです。ユートビアは美味しいぞ。なんくるないさハイサイのキムですルートビアも飲みましたごちそうさまでした完全に違和感しかない釣り岡の336です今日も釣るけん釣り岡の洋来鮭釣り岡のスーパーですバケです釣り岡のたけし鮭わしは魚釣っとるけの見とけお前ら釣り岡さんとあのハイサイで朝の2時間で魚をどれだけ釣れるかよっなんでホームのパワー見せてやろうかなってでもどうせあのサビサビのリールばっかしてくれてる回らんようなリールしか持ってないアウェイの宣伝を受ける我々がフェアに戦うと思うな僕たちは勝負だな、まあね、楽しめればねそうだね、ここで勝負なんか嫌な予感するな対決の方やってみましょうおせーのえいえいえいひっちゃん出せひびさん何釣るんすか今日マグロマグロマグロカバでやる沖縄まで来たな今日餌を何釣ってんですかサタンガンダギーでなんてサタンダギーでこれでいこうこれをつけてゆびさん何狙いなんですかこれマグロ我々じゃあこの下塩せんべいであこれうまそう塩せんべいでありますかとりあえず味見してみますか魚が食ってみたい魚が食えるかどうか食えるかどうか大丈夫かどうか大丈夫なやつ美味しいですよこれおうまっうわなんか分厚いこれまだ遠慮してる方ですよこれ本当はもっと分厚いんですか遠慮してこの分厚さこの分厚さですやっぱ沖縄の魚にはやっぱりね沖縄の旬のものでちょっとね髪跡つけてね、うん、味をこう周りに匂いとゆぴさんのそうそうそんなちっちゃい針にそんなでっかいサーターあるんだけどやばいっすね一発で取れそうですね握りすぎて油が出てきてミートボールっていう楽俺がいつも食ってるやつ違ううまいうまいこのパンうまいよマジ原くんマーさんねマーさんって沖縄の方言で何やったいっすかうままずこねくりますはいそうやって食べてちょうどいい大きさにして、うん、食べてこねくり回してこねくり回していい感じにいい感じにするわけですねそうですこれまずでっけえなそしてそれを針の方に、まあ、針をね隠しますねもう隠すようにね隠すようにもこうつけますこの時ね手を傷つけないようになるほど針先危ないですからね危ないですからね気をつけましょうねでたまにこうパンの耳なんかもこうアレンジして、うん、入れちゃうとやっぱり、うん、まあそのアクセントそうアクセントいろんなアクセントがそうそうそう
そういうことですね。魚に見やすいとか、魚に見やすいですし、あとまあファッション性もこういう時は重要して必要ですね。はい、まあそういう行ってみたいスタイリッシュな、そうそうそう、釣りを、スタイリッシュ釣り、ああ、なるほどなるほど。投げ方がダセーな、あれパン飛んだな、全然スタイリッシュだな。みんなはそんな白いとこだけ使ってましたね。そうなの。ハダくん、そういうの早く言わない。うまい、マジでうまい。シェードっすよ、シェード、やっぱシェード、ちょっとしかないし。ほら釣れてる、おおお、ほら釣れてる、おお、マジか、マジか。俺のティラピアどこ、ティラピア、皆さん、やっぱりこれ、サイクロン、皆さん来ました。あの、それ何、あの、沖縄に釣るの簡単って言われてる、あの皆さん、あの伝説のそのテレビ屋さん、釣りやすいです、釣りやすいです、あの、普段ブラックバスとか釣ってる彼らが驚いてるんで。こういうのブルーギルですもんね、大体。初めて見た、カミソリ拾った、カミソリ拾った、砂漠、砂漠、これ砂漠、へー、これがチラピア、テラピア、これがテラピアですね、チラピラ、ウィー、うわ、うんこ出した、うんこ、あ、あ、これちょっとあれですね、南国のブラックバスだね、キアもブルギルか、ブルギルですね、これ勝ったな、もう勝ったな、勝った、やべえ、1-0、よし、今からスタートだね、今からスタート、あ、これ手元、手元、そう、こういう魚ですよっていう紹介ですね、視聴者に見せないと、これやると開始始まりました、今ゴングが鳴りました、ゴングが鳴りました、頑張るぞみんな、頑張ろう、頑張ろう、頑張りましょうよ、同じ仕掛けだよな、食ったっすよ。なんで、なんで合わせなかったんですか。びっくり。あ、当たってる。あ、これ釣れるぞ。あ、俺の当たってる。お。当たりがありますね。マジっすか。お。お、来た。お、来た。来た来た来た。イエーイ。イラミエーイ。釣りよか先生。釣り岡先生、釣り岡先生しました、テレピア、ハイサイの皆さん、テレピア簡単でした、アドバイス料1000円ですよ、ほら、初ティラピア、ブルギルみたいやね、当たり的には、当たりはなかった、あ、そうなんですか、あげたらついてた。すげえ、初めて釣ったティラピア、ギルみたいな、元気、うわー、ごかっぽし、かっぽし、本当だ、これデモンストレーションです、交換にするつもりだもん、1匹目、イエーイ、1匹目、今1-0、釣り岡先生、おお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 おマジ上星かっぽし、なんて上星がち、上星かっぽし、かっぽし、イエイ、うえ、やった、2-0、うう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 、お、沈んだ沈んだ、来た来た来た、イエーイ、イエふわふわふわ、当たってるよ、木村君も当たってるよ、いいよ、はい、動いてるよ、はい、お、来てますね、ゆきさんに合わせはない、おめえ、釣ってくらい上よ、おめえ、釣ってねえやつは8点券ねえんだろ、そんな俺30代にはなりたくないな、おーい、イエーイ、小物は釣らずに、ちょっと大きいものを持ってたら、まあこんなもんでさ、ユーミーさん、たまたまだろ、テラピアトルネード、テラピアトルネード、新しい音、フィッシュウェイ、これで何体なんだっけ、俺2匹釣った、で、ユーピーさんが1匹、ごめん、ごめん、して、木村君が1匹、1匹ね、これ今日あれでしょ、晩飯かけてるんですよね、買ったいステーキ食いたいな、買ったいステーキ超消しされた上に沖縄の買ったいステーキ食べたいな、おおおお、思いっきり持っていった、ウェーテラピア、でも持ってますね、釣り岡さん、
持ってるんだよね、釣り岡。これはチラピアなのね。これチラピアっちゃうやつね。ハタ君、やっちゃおうぜ。どうするんですか？少しサンマつけよう。針ちっちゃいかな。いや、いいよ、多分。いいね、行こう行こう。放置しておきましょう。うん。おもう合わせろ。合わせ合わせ。ほい。ああ早かも、合わせが早か。やらればやろ今んと。ピラピア。お、しれっと釣ってる。何も言わずに。ハイサイチーム。2ポイント目。さっき上唇がなんとかって言ってましたけど。あ、完璧じゃないですか。ハイサイが。何コソコソしてるんですか。エビも食べたいなと思って。あ、エビかあれ。来ましたね。来た来た来た。エビが食べましたよ。来てるよ。来てるよ。当たりがありますね。何何。あ、さっきのエビ。おお持っててる。おお。半分はちょっと見上げてましたね。惜しかった。釣り目とかだったら取れそうですよね。まだパン持ってますね。大事そうに抱えてますね。あらなんか餌の色が違ったな。木の石木の石。あれ当たりがすごいな。木の石木の石。落ちパク状態になってるな。落ちパク？そんなことないよ。木の石木の石。あ金銭のインシャル。おおやば。ちっちゃこれ何ポイント可愛くない可愛か熱帯魚にして買いたかねすごいっすね釣り岡無双が始まってますなんだおおでかい前から4ポイント抜かれたザクシビルが釣りっすねあおぉ敵に塩送るってやつなぜか敵に優しいやべえ追いつかれてきたさあボーナスポイントはボーナスポイント入れるのか髪合わせなってますねうわー、ま、やられた髪合わせきてますねプラス3ポイントかゆうひさんパンの脇掛けですかパンの脇掛けゆうひさんパンクシェイクがあ、ねぎれねぎれていくねぎれなくなったわなんかわわはいや一人で5匹くらいつく一人で優勝やおっ、あー乗らんかったあ、食ってるおいーなんでーおーよーよーよーはいさーいさあうわーあー待って待って待ってうわーあーいた6匹目わいやハイサイというよりはスーパーだねあたくん何ですか9対8で負けてるよ9対8なんですか、うん、余裕ぶっこいてたウサギとカメですね当たってますよ、ゆうきさんはいーあーやべえ9対8やべえ、ここの2人にやられてる2匹くらいしかないうぇーこれで何対何これで10 10? 10?11、10、11、10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 、
5ポイントマッチできますか。おっしゃ、あ、ごめんなさい、あごめんなさい、やべえ、間違えた。